おはようございます。ただいまより定例記者会見を始めます。はじめに本日の発表事項について知事から説明させていただきます。はい、それでは本日の記者会見を行います。発表事項2つです。第1番目は男性の育児休業取得を応援するということで、育免応援宣言企業に登録して助成金で適切な要件を満たした企業の方には、企業とその労働者の働かれている方にですね、5万円ずつの助成金を支給するという制度を今年度から始めております。ぜひご応募いただければと思います。ただし一応条件がありましてですね、こんなパンフで配っておりますが、この中に条件ここ書いてあるんですが、こちらですね、育免応援宣、読めないでしょうからですけどね、育免応援宣言企業として県に登録された企業で、男性育児休業応援宣言分において継続的に14日以上の育児休業を取得の推奨に取り組む旨を明記していると。また県内の事業者に勤務する男性労働者に出生後8週間以内に開始する連続者14日以上の育児休業を取得させて、職場復帰後に1ヶ月以上雇用を継続しているということが必要です。で、これまた登録して適用されますと、それぞれ、企業側に5万円、そしてまた働かれている方に5万円の、助成金が支給されます。で、ただし数に上限がございまして、予算がありますので、予算の範囲としては1400万円、それぞれ5万円5万円で10万円になりますから、140社140人が対象ということになります。ある種早い者勝ちですので、早めにやっていただければと思います。で、切れてしまうと残念ながら今年度はこれで終わりということになるんですが、その場合には今後来年度について、また予算化について検討させていただきたいと思っております。はい。次に、自殺者ゼロを目指して自殺予防の取り組みを進めております。新潟県の自殺者はですね、近年ここ数年関係の皆さんのご協力をいただいてですね、減少傾向にあるんですけれども、それでも500人にも及ぶ方が毎年自殺で亡くなられております。この4月から7月はですね、自殺者が多い時期ですので、ぜひこの県としても、この4月から夜間休日の回線をこれまでの1回線から2回線に拡充して相談しやすい体制を整えておりますので、もしお悩みの方はぜひご連絡いただければと思いますし、また周りの方もですね、そういったお悩みの方がおられそうだなと思ったら気をつけていただければというふうに思います。で、この4月から7月多いというのは複数の理由がありまして、もちろん新学期である新年度であるで、新しい環境で馴染まないっていう、いわゆる五月病的な理由が一つありますし、また、これはちょっと言いづらいんですけれども、うまくこう次のキャリアに移れなかった人にとっては、その他人との違いがすごく大きく見える時期ではあるわけですよね。新しい新入学した方がうまくいかなかった人からは、眩しく見えるっていうんでしょうかね。自分が取り残されて見えるっていうのが、そのある種この時期に自殺が多い理由でもありますから、そこはやはり周りの方もよく気をつけていただければと思います。はい、発表項目としては以上です。幹事社の新潟日報の桑原です。代表してお伺いします。県議会の民進新潟と社会民主県民連合が統一会派を結成するということで発表しました。知事にとっては与党の動きになると思いますけれども、受け止めをお願いいたします。そうですね、やはり塊として大きくなるということはですね、総数として変わるわけではないんですけども、塊として大きくなるというのは一定の発言力の確保につながると思いますので、大変ありがたいですし、また心強く思っております。で、そのありがたく心強い中で、とはいえやっぱりそれは首長と 議会っていうのはある種の緊張関係があって初めてきちんと機能するものだと思いますので、そこは慣れ合いということではなくて、建設的な議論の中で県政を推進させていただきたいと思っております。各社お願いします。はい、どうぞ。新潟日報の山田と申します。はい、自殺予防について発表いただいたんですけど、はい、改めて厳しい状況の国以上
の方が亡くなっているという状況についてのご紹介をしていただくとですね、知事としても自殺予防の取り組みに対する決意というか、そのあたり改めて聞かせていただきたいんですが。そうですね、本当に他県と比べてもね、決して少なくないといいますか、むしろ非常に多い方ですから、これはぜひ減らしていきたいと思っております。でこれ自殺は、いろんな要因はあるんですけれども、やはりあれでしょうね、この絶望してしまうというところがあってですね、ただそれは、その評価の基準ですから、された方にしてみればそれは絶望なのかもしれないんですけども、意外にちゃんとこう声を上げていただければ、ただそこはこう完全に解決しないまでも一定のこう救済ができることはあるんですね。ですのでぜひ、今悩まれている方はですね、本当にこうご相談にいただきたいと。自殺の大きな理由は一つは経済的なものであり、一つは健康なんですが、少なくともこの経済的なものというものに関しては、それはものすごくこう、お金持ちになれるというような解決はないにせよ、少なくとも債務で非常に困っているということであれば、相当程度それは解決できることです。でまた健康等についてはですね、それもいきなり、ね、健康に戻れるということではないんですけれども、しかし一定の解決点できますので、ぜひご相談をいただければというふうに思います。でまた周りもですね、そういったその悩んでらっしゃるのかなという方がいらっしゃったら、声をかけてあげてくださればというふうに思います。ちょっと全然話が違うんですが、はい、おととい、新年度の初の調理がありましてですね、はい、知事から情報共有とか意思疎通とか、パスタ議論というような形で呼びかけをされてたと思うんですけれども、改めてその、初調理の雰囲気とかですね、いかがだったのかというあたりと、調理メンバーに限らずその、町内のコミュニケーションというか風通しというような面で、就任から間もなく半年ということでもありますけれども、知事として心がけというか実践されているようなことがあれば、はい、活発な議論をしてくれと言ったからかなのか、元よりそうだったのかよくわからないんですけれども、いずれにせよ活発な議論がなされたと思いますね。忌憚のない議論がなされたというふうに思います。でそういう意味で雰囲気は、それは感じ方がね、人それぞれで、私がそう思っているだけかもしれませんけれども、でも風通しはいいんじゃないのかなというふうには思います。で各部署についてはそれはよくわからない部分があってね、もしかして部署ごとには違う空気はあるのかもしれないんですけれども、ただそれは徐々に浸透するというふうに僕は楽観してますし、あとは時折は機会を捉えてですね、部署の皆さんとも一度はお話ししたりする機会も作っていこうと思いますので、そういう中でだんだん雰囲気もわかるでしょうし、また自由に物を言ってくださいというのは浸透していくというふうに思っております。あと何でしょう、それでいいですか。6ヶ月経って部署と話す機会っていうのを持ちたいということもおっしゃってましたけど、今の時点でそういうコミュニケーションとかっていうのにこう心がけてる。あ、そっちが、それがありましたね。はい、失礼しました。心がけてるところはですね、昔だいぶ就任した頃 の, インタビューでも書きましたけれども、答えましたけれども、私の持論としてはね、あくまで持論ですけど、トップといいますかね、その比較的責任ある立場の人の一つの資質というのは常に上機嫌であることと、やっぱりその怒らんっていうのは怒ってもいいんですけれども、上機嫌に怒るといいますかね、上機嫌に怒ってると、人はそれなりに情報を上げてくれると。でそこはあんまり機嫌が悪くなるとですね、人って機嫌の悪い人に物を言うのは僕だって嫌ですから、あんまり情報が上がってな来なくなるっていうところがあるので、上機嫌でいようというふうには心がけております。はい、はい、その他に、はい、そう手に入らないですが、東京電力と会いますけども、はい、改めてどういうところをどういう回答を求めていきたいというのがありますか。回答、これはね、回答の質ってことは、中身っていうのはそれ向こうが東京電力の方が作られるわけですから、中身はそれはお任せなんですけれども、質ということに関しては、それこそね、多山の石という、多山の石、地山の石になるんでしょうけど、我々もその日本海横断航路みたいなことがあったときには、やっぱりきちんとそれなりにこう
内部を調査して、でどこに問題があったかっていうのをやったわけですと。で決してあの自分たちが偉かったと言いたいわけではなくてですね、やっぱり物事が起こった時にあのその表面だけを出してあの間違ってましたと言っても、まあ、あまり解決にはつながらないし予防にもつながらないわけなので、基本的にはそのきちんと関係者の方にあの、まあ、話を聞いてね、でそれをきちんとまとめて、一体なぜそういうことが起こってどういうふうにあの対策を打つのかっていうのがなければいけないんだと思うんですが、まあ、そういった報告書を、質としてはそういう報告書を求めているということになります。はい、はい、そう、朝日新聞の鍵です。今 の, あの東電の免震等重要法の話に関わるんですけども、3月9日に東電は規制、原子力規制委員会にですね、経緯報告して、そこからまあ1ヶ月10日余りという形なんですけども、そこについてと、あと一方でですね、あの広瀬社長自らが、まあ県庁に来庁されるというのは多分知事になって2回目になると思うんですけども、その辺含めたですね、今回の対応についての現時点の評価というのを聞かせてください。まあ、あの今ほど言った通り、あのきちんとあの関係者にヒアリングをしてってことになれば1ヶ月程度かかるのは、それはそれでやむを得ないのかなというふうには思います。まあ、あの規制庁に行ったんだからできるだろうと言いながら、まあ、規制庁の出した報告書は見ましたけれども、あれはまあやっぱり規制庁向けのなんていうか単に事実関係って言いますかね、である種こう自己正当化が非常にあったものではあるので、そうではないあのきちんとあの原因や対策をってことになれば、まあ、1ヶ月程度時間がかかるのはそれは仕方ないんだろうというふうには思います。ね、まあ、広瀬社長もね、あの今これから 副社長になるというふうには、あの体制が変わるというふうには変わってますけれども、まあ、あのそれも特段僕はそこは広瀬社長が来るのであれ、の担当の方が来るのであれ、責任を持ったレポートがあるのであれば、あの大きな違いを感じないっていうところではあるんですけれども、しかし、まあ、差は去りながら、あの広瀬社長が来られるということは、まあ、それなりの、あの、まあ、東電としての、まあ、ある種の、こう、きちんとやっているという取り組みを示すことではあるんでしょうし、で、広瀬社長が持ってこられるレポートなんですから、あの、それはきちんとしたものであるというふうに期待しているということになるかと思います。はい、先ほどの民進社民の会派の話ですね、はい、非常に心強いというお話ではありましたけれども、他方その元々選挙の時に共闘されていた共産党との合流については小渕幹事長はですね、まあ、そこは否定的な考えを示されているとか、まあ、他方その自民党の県議団が過半数を占めている状況であるとかですね、その辺の状況下で、まあ、ちょっと改めてであるんですけど、今回その県政運営、特に自民党とか、あるいはその非自民党以外とかですね、どういうふうなスタンスでこの県政運営大きくは変わらないですよね。それは何て言いますか、足し算として変わるわけではないわけなので、あの掛け算してるわけじゃないので、元より10がその 7+3 だったのが10になったっていうことなわけですから、あの、まあ、そこはあのものすごく大きく変わるわけではないんだと思うんですね。で別にまあ、統一会派とにはならないけれども、その共産党さんとの関係も変わらないですし、また自民党さんとの関係も変わらないと。だから、まあ、あの一定 の, あの発言力が出るようになったということがありがたいということであって、何かすごくあのものすごく変わるということは、まあ、ご承知の通り議会の仕組み上ありえないということですし、またあのこうそれこそ、ね、一緒にならなかったその共産党さんも特段それによって何か僕との関係が変わるということは全くないわけですし、また自民党さんにとっても同じことですので、まあ、そういう意味じゃあのちょっと繰り返しになっちゃいますけれども、心強いけれども、それはものすごく大きく変わるということには、それは仕組み上ならないということだと思います。はい、新潟日報の桑原です。あの統一会派の件と関連してなんですけれども、まあ、あの心強いという反面 です、ね、確かにあの一定程度の勢力があると、まあ、それが足かせになってしまう部分もあるのかな、逆に言うとあるのかなと思うんですが、その辺はどのように考えましょうか。まあ、あんまりならないんじゃないでしょうかね。あの、特段その足かせになる理由が特にないって言いますか、あの、だと思いますけれどね。そこは今まで先ほど申しました通り、あの、まあ、ぜひって言いますか、緊張感のある中で、あの、きちんとした議論を積み重ねていくってことになりますから、ものすごく何かそれで影響されるってことは私はあまり考えていないですね。例えばその統一会派にの政策と、まあ、その知事のお考えが仮に例えば違うようなことがあるというときには、どのような対応というのがそれはあの議論していくということになるんじゃないでしょうかね。あのそれは
いくらでもあると思いますよ。それは どんな人って違いますから。でその中で、まあ、あの落としどころって言いますかね、その合意できるところを見つけるんだと思いますし、まあ、あとはその我々同士の合意というよりはやっぱりその、まあ、政策目標に対して一番何がいいのかっていうことを考えていけばですね、まあ、そんなに、まあ、あるとは思いながらも同時にその政策って現実論なのでそんなにそこに幅が出るわけでもないというふうには思っております。だからそこは、まあ、あの本当に、まあ、よく言われる是々非々な形でかつきちんとした現実的な議論をしていけばですね、まあ、違うところからあの現実的でその最も政策目的に資するところにあの一致はできるんだろうと思っております。ありがとうございます。はい、ですか東京電力なんですけども、まあ、現実的な報告を受けた後に、まあ、さらにとって分かりましたっていうだけでは終わらないかと思うんですが、注文したいこととか、まあ、今だからこそしっかり言っておかないといけないことっていうのはどういったことがありますか。ま、うん、そこはでもね、さりとてってところもあってですね、あのさりとてそれでいいってわけじゃないんですけど、まさにそこにきちんとその原因と対策が書いてあるという前提で、ね、まあ、そこの対策が不十分ならこれあのもう少しお願いしますというのも言う当然言わせていただいて、かつあのそれをきちんでかつそれこの対策をですね、こちらの注文も含めてあのちゃんと実行してくださいねっていうことになるんだと思います。でまた時折はですね、あの、まあ、時折これチェックさせてもらいますからねと、あのそれは何だって言うだけじゃ、言うだけって簡単なんですけれども、あの、まあ、それチェックって大事って言いますかね。で、それはどういうチェックになるのかっていうのは分かりませんけれども、それはきっとその資料の、あの、根拠となるような、もう少し一時的な資料を出してくださいっていうようなことを言えばいいんでしょうね、多分。ね、まあ、ただ、そこはそのレベルなのかなというふうに思います。あの、例えば、あの、逆にという話で、私、ね、県庁もね、あの、日本海横断航路では、あの、まあ、県議会からでもですけれども、いや、その改善策をどう実行するんだと言われてもですね、それはしっかり実行しますという以外には、実のところ、まあ、言いようはないわけですよ。だってこれからやるわけですからっていう。で、かつ、まあ、そこでずっと見ててもらうわけにもいかないって言いますかね。そこは、まあ、あの、まあ、信頼してくださいとしか言いようがないというか、事実上やりようがないわけです。ね、まあ、そこもその決して私も別にこう甘い顔をしたいとかということでは全くないんですけれども、やっぱりそれは違う組織でその東京電力にこう張り付いているわけにはいかないわけなので、それはまあ、あの基本的にはきちんとした対策が出されていて、かつまあこちらからもそれに付加するという前提で、それが出たらまあそこはしっかりやってくださいと。でかつまあ時折チェックします、繰り返しですけどね、時折チェックしますよという以上のことっていうのは、まあことの性質上それ以上にはしづらいということだとは思いますね。で、またもちろんその免震とのことに関しては別途ね、その東京電力の体質運動の原因とはまた別として、この出てきたレポートを参照として検証させてもらいますということにはなりますけれども、まあそういうことになるかと思います。問題が発覚した直後ぐらいに、まあ、そもそも前提で言ってることが信用できないみたいな、はい、やっぱりこうその信頼関係みたいなものはどういうふうに構築していけるのかなというのはどうですか。まあ、それはまさにあの、ありかし淡々とですね、あの、何かこう、話が出てきたら、その1位資料出してください、1位資料出してくださいっていうことになるんでしょうね。で、そこは、あの、まあ、逆にそうやっていく以外の手があまりあるとも思えないわけです。あの、ずっと嘘か本当かっていう水かけ論をしていくのは意味がないことなので、でそうやってまあ、きちんで、結構ですね、その1位資料とその、レポートの、その祖母って、あの見る人が見りゃ分かるもんだと僕は思うんですね。やっぱりごまかしてるのってどっかでほころぶって言いますか、でそれがきちんと出てくることが積み重なっていけば、それはまあだんだんあの出てくるものは本物なんだろうって信じることができるようになるんだと思います。はい、すみません、新潟日報の足立です。発表事項 の育免応援宣言企業の助成金の関係なんですけれども、はい、全国的にそうなんですけども、県内もその男性の育児休業というのはかなり取得率が低い状況が変わらず続いているとは思うんですけれども、現状に対してどういうふうに、まあ、思い出いらっしゃるのかと、あと今回その、まあ、事業を初めてやるということですけれども、まあ、規模はかなり限定というか、まあ、専用の規模ということで、まあ、額としては少ないとは思うんですけれども、皆さんの制約はもちろんあることが理由かとは思いますが、この事業がどういう効果を発揮してくれることを狙っているのかというところをお願いします。はい、あのそう少ないんですよね、育児休業少ないんです。で、まあ、これもね、あのその留学話なんでそれと嫌われちゃいますけれども、
まあ、たまに言ってますけども、留学先って病院ですから、基本的に忙しいわけですね。非常に激務だし、で、まあ、競争好きな人たちがいますから、みんな必死で出世競争をしているんですけれども、それは育児休業、出産の育児休業ももちろんですし、もっとお子さんが大きくなってからの、学童期になってからも、そういう人たちが、まあ、夏2週間、冬も1週間、ね、下手すると春も1週間ぐらいかな、ぐらいな休みは絶対取るんですよね。で、絶対取って特段問題ってないんですよ、正直言って。2週間分かってるわけですから、お互いに、いや、俺2週間休むからって言って、よろしくねって言われりゃ、どんなに忙しい職場でもですね、まあ、その人がいなくなったら全く回らないなんてことは基本なくて、それはやっぱり休もうっていう気があるかないか、なんだと僕は思いますと。ね、まあ、もしくは休むことを許容する気があるかないか。ね、これ一度みんなやってしまえばですね、あれ休めるじゃないかと。あれ休んでもそんなに仕事って回らないことはないんだっていうのがわかるんだと思うんですね。また逆に休むといいこともあってですね、それはお互いの仕事を共有できる。まあ、もしかして不正もチェックできるかもしれないみたいなね。やっぱり一人が抱え込むといろんなことが起こるわけなんですけれども、それが共有できるとそこでこの人こういう仕事してたんだって分かったりするので、むしろ本当に休むことはいいことなんだと思いますと。で、特にこの、出生から2週間、割に近い時期に2週間っていうふうにしたのはですね、で、これはまあ、ちょっと本当に聞きかじりの知識で大変恐縮なんですがと、それはやっぱりお子さん産んだ時に生まれた時がやっぱりそれはお母さん不安もあるしで、まあ、ただいろいろ大変で特にまあ不安もあるし、まあ、そもそも疲れてるっていうかしんどいって言いますかね。でここでこそ助けてほしい時にですね、まあ、夫が飲んで帰ってくるとでその瞬間にもう夫婦仲が決定的に壊れると本来ね生まれた直後で一番仲良ければならないはずなのに、まあその瞬間に一番壊れるみたいなのをちょっと聞きかじってですね、まあそれならば、やっぱりその時期に、2週間ぐらい、2週間であると結構ね、落ち着くんだと思うんですよ。2週間ぐらい休めるってのは結構なことでしょうということで、させていただきました。で、まあ予算の限定はあるんですけれども、同時に予算本当に、すぐ、耐えるぐらいですね。皆さんどんどん取ってくれるなら、それは本当に、政策として、良かったってことですから、まあ、場合によっちゃ補正も考え、なんて、それはあんまり言うと怒られますけど、場合によっちゃ考えたっていいぐらい、それは大変嬉しいと。まあ、逆に言うなら、正直ベースで予算の限定もありますけど、140来ますかねっていうところもあるんですよね。ね、来ていただければ本当ありがたいっていうぐらいなことだと思うので、ぜひ皆さん使っていただいてですね、もう8月ぐらいには予算が枯渇してですね、どうにかしろって言っていただけるとありがたいというふうに思っております。はい。杉野さん、はい、夏休み休に限らずですね、まあ、今働き方ということで、まあ、国の方でも議論になっているわけですけれども、まあ、残業時間を100時間以下に規制するというような話が軸になっているわけですけれども、まあ、県として、まあ、今後その、まあ、本県労働時間が長めという傾向もデータとしてあるようですけれども、本県としてどういうふうに取り組まれていくというお考えもありますか。はい、そこは、まあ、国の制度が、まあ、一定できるんですけれどもですね、あれは、まあ、各県の上限ではあるんだと思うんですが、それはこのままいくと。ね、まあ、国に合わせて、ね、またそこに本県のその状況にも合わせてですね、一定の数値目標っていうのは立てていって、皆さんにお願いしたいというふうに思っております。で、国ではもう当然法的なものとして、できりゃね、もう確実な上限になるわけなので、それは当然守ってくださいと。それ違法ですからって話になるんですが、まあ、それよりも少し内側って言いますかね、もう少し、実態として減らしましょうってことは呼びかけさせていただきたいと思います。で、あとは、やはり、特にこの育児休業でもやったようにですね、で、僕自身は割と長時間労働してきたタイプなんですけれども、でも割にまとまった休みも取ったんですよねっていうのがあって、長時間労働っていうのは一つの大きな視点で、長時間にしちゃいけないっていうのもあるんですが、同時にまとまった休みが取れると、人間相当いろんなことを我慢できるっていうのがあってですね、で、まあ、もしかして、ちょっと決して不謹慎なことを言いたいんじゃないんですけれども、もしかしてね、職場における自殺みたいなものも、
まあ、長時間労働と同時に一定の休暇を取れたらだいぶ防げるのかもしれないですよね。そのちょっとこう考え直す時間ができるっていうか、ずっといるから追い込まれるので、1週間2週間休みを取れれば、まあ、あのその職場でちょっと環境を変えるなり、まあ、この際転職するなりね、こう落ち着けるっていうのがあると思うので、まあ、そういう意味でも、一定の休みを取れるっていうのも進めていきたいと思っております。今おっしゃったその県としての数値目標っていうのはですね、これはあの新たなこう総合計画ですとか、そういった何かこう計画としてきちんと盛り込んで、そうですね、盛り込んでいきたいと思います。ただそこは、まあ、あんまり無茶なことをもう言えないんですね。結構それはあの人手不足の中で、あまり無茶な行動を押し付けてですね、かえって倒産、人手不足倒産を招きましたなんていうと、ちょっとこう本末転倒になっちゃうので、いろんなご意見を聞きながら定めていきたいと思っております。あの残業時間についてなのか、それとも総労働時間でしょうかね。残業時間については一定の、まあ、法規制もありますし、という労働時間、そういった目安だと思いますが、そこはもう別に限定してません。まあ、残業時間を法的な範囲の中でもう少し例えば減らして目安として減らしましょうということでもいいと思いますし、ちょっとどんな方法かを含めて議論させていただきたいと思います。総合計画ですか、それとも個別の計画では構想、まあ、そこも分かんないですね、これから。はい、はい、はい、NHK の本州です。今の北朝鮮への対応をめぐって結構世界的にといいますか、すごく議論されているところだと思うんですけれども、まあ、総理と電話会談したり、まあ、トランプ大統領が中国と会談したりしていますけれども、この状況をどのようにご覧になっているかということと、あと拉致被害者の帰還に向けてこの状況が進んでいけば期待できることが現状あるのかどうかというふうにお伺いします。はい、でこの状況はなかなか難しくですね、変にパニックを煽ってもいけないので、で、まあ、伺ってる限りでは今すぐということでは、まあ、パニックを起こすような状況ではないと、まあ、もう報道されている通り2段階でいくということで、少なくとも現時点においてはその外交的手段が極めて優先されているというふうには伺っています。ただ状況は流動的ですし、いつ何が起こってもわからないと。でかつ、まあ、まあ、正直相手国が非常に予想のしづらい国ですから、まあ、どんなことでも起こり得るということだとは思います。ですので、まあ、ここは県としてはしっかりと今情報収集をしつつですね、万が一の時のいろんな体制というのはそこは築いていますと。で、まあ、なので決して不安を煽ったりパニックを招いたりしてはいけないんですけれども、同時にいろんなことが起こり得るということに関しては備えておくべきだというふうに思っております。で、拉致被害者の問題の解決についても似た話でして、まずまさに今これも報道されているところですが、交渉のベース、この外交交渉が優先されている中で、まあ、一つの、まあ、明らかに 材料という方は、ね、恐縮かもしれませんけれども、少なくともそのいろんな交渉のテーブルに載せられる状況ではありますよね。その向こう、まあ、おそらくはですね、おそらく北朝鮮のことを考えるのは難しいんですけれども、おそらくは北朝鮮としたって報道されているほど強気一辺倒ではなくて、この条件から逃れたいと思っていて、でこの条件は何か、しかも、まあ、彼らにとってまあ、あまり軍事的経済的な損のない状態で解除したいと多分思っているわけですよね。でそうすると、まあ、拉致被害者を返していただくってことは、おそらくは彼らにとって軍事的経済的な損失ってことにはならないんだと、彼らのメンツという問題ではあるかもしれないんですけれども、そういう意味では程よく非常に一つのチャンスではあると思いますと。なので、まあ、そこはぜひ今もうそのように交渉されているというふうに伺ってますけれども、ぜひそこは強く言っていただきたいと思います。まあ、一方で同時にまるで逆の方向にもそれは触れうるわけでして、まあ何せ対応がわからない国ですから、いきなりこう敵国人は全てっていうような、ある種のね、かつて日本があったような、まあ、日本というか、そういう方は申し訳ないですが、今のは撤回させていただいて、まあ、かつてその、こう、ある種の独裁国家であったような、そういった対応がないとは言えないわけなので、そういう意味では、極めて慎重にことも運んでいただきたいなとは、あまりにその圧力をかけてしまうと、何が起こるかわからないという懸念は常にありますよね、ということで、まあ、そこはもう本当に外交事項になると思いますので、まあ、もちろん国も分かってらっしゃるでしょうけれども、
まあ、そういう微妙な中で本当にいい結果になっていただけるといいなというふうに思っております。はい、BSN です。少子化対策に関連してなんですけれども、先週1週間国立社会保障人口問題研究所が、障害貧困率をまとめて、県内の男性が 25% 全国で4番目に高かったんですが、まずこれについての受け止めとですね、何かこう対策のようなものをお考えになっていれば教えてください。まあね、これはね、ワンの部全部ですからね、いやいや、まだ障害かどうかわからないですけどね。まあ、まあ、特にね、これ男性が高いっていうね、またね、男女同数じゃない、ここにおいて男女同権で、機会均等ではないというところがまた、一つの受け止めではあるんですが、そこは、でも一番大きく聞いてるのは、やはりそこは、仕事の状況なんだろうとは思いますよね。そこは、給与水準であり、雇用状況であろうというふうには思います。ね、なので、まあ、一つはやはりその雇用、まあ、雇用その、この求人倍率という意味ではもう県内でも非常に改善はしているわけですけれども、そこはこう給与水準としてやはり、まあ、男女機会均等と言いながら、まあ、事実上ね、その特に私なんかも自らのためにも参考にする婚姻率等を見ますとね、それは特に男性においては給与水準というものが実際問題性の相関関係にあるというのは事実でございますから、そういう意味じゃ、やっぱりそこは給与水準をより上げるような、産業政策っていうのを作っていくことになるんだろうと思いますね。で、まあ同時に、まあそこはすぐに上がらないということであれば、まあそれこそですね、まあ休めるっていうのもね、きっと一つの、まあそれこそ休んでるからこそなんて言いますか、婚姻の可能性をより高めることもできるんでしょうから、ずっと職場でずっと長時間労働したらなかなかそんなチャンスもないわけでしょうから、まあそういう意味でも就業時間を限定したり、まあそれこそ休めたりすることによってですね、まあ限られたリソースの中で婚姻率が上がるようにということをやっていきたいと思いますね。で、まあちょっと歯切れ悪くなってしまったんですけれども、これはもちろんこれが極めて大きな少子化の一つの原因なのは間違いなくて改善しなきゃいけないんですが、とはいえすごく簡単に改善できるかっていうと、それもね、なかなか難しいところではあると。だから、おそらくはその大きな原因の一つは、まあ、経済的な状況であり、で、一つはその労働環境だと思いますので、まあ、それは、まあ、経済的な条件も労働環境に含まれるんでしょうけども、給与水準を含めてその労働環境の改善というのを努めていきたいと思います。関連して、まあ、このそもそもその障害未婚率というのが50歳時点でまあ結婚というところなんですが、もうすぐだからちょっと、ね、5ヶ月ぐらいちょっとあって、なんていうか、この区切りについて何か思うところがあるまあ、事実上そうなんだと思うんですよ。それはまあ、なんとなく僕も分かりますって言いますかね、人間って、まあ、やっぱりその区切りに、まあ、弱いんですよ。ね、それはそう、多分そうなんです。で、こう、あんまりリアルなことを言うと、ちょっと生々しいと思うんですけれども、これ、例えば僕は40代なわけですね。で、そうすると、まあ、やっぱり40代ってくくりで、人からは評価されるわけです。で、そうするとですね、大体その、来るオファーは40代の方からやっぱりオファーが来る、やっぱり同年代がいいからね、ですからオファーが来るわけですね。で、50代になるとおそらく間違いなく50代ってくくりになって、50代の方からオファーが来るようになるわけですね。で、ところがまあそれは相互になんていうか、まあ、やっぱりね、50代になると相互にオファーを出す気力が減ってるから、きっとオファーが減るんですよね。で、そういうことになって、一気にその区切りごとに成功率が下がるっていうのは多分そうだと思います。それはおそらく20代の方は20代同士でオファーがあるから、かつオファーを出す気力がいっぱいあるからちゃんと成立し、30代になると30代同士でなり、40代になると40代同士でっていうのは、まあ、人間そういう本当はね、そのこれ受信数で決まってる区切りですから、特段の意味はないにもかかわらず、この区切りというのは事実上大きな意味があると思います。確かに、はい、心しますということでよろしいでしょうかね。はい、新潟日報に関わるんですけども、
話は戻るんですけども、新会派、県議会の新会派の関係というのを確認も含めてなんですけども、新しい民進と社民の新会派は、まあ、知事をより支えたいというかですね、いう形で、まあ、目がね、知事との距離感も含め縮めながら連携したいというふうにも感じるんですけども、知事の側から見たときに、その例えば新会派とですね、距離縮めていきたいというふうに思うのか、あるいはその一方で自民最大会派の自民党ですとか、まあ、公明党、まあ、共産党もいろいろ各派あるわけですけども、この新会派結成によって各党との知事との距離感みたいなのが、知事の側からこう変えたり変わったりするような感じ、そのあたりも思い、いや、大変影響しない方があまりそういうことをも、そもそも考えないタイプって言いますかね、すごい距離感ってこうなんかあまり政策的じゃないじゃないですかっていうね、その仲いいから政策一緒にやろうよみたいな話ということで違和感を感じるって言いますか、仲良かろうが仲悪かろうが政策は政策じゃないですかと、ね、政策で合意して、同意していただければそれでいいわけだし、同意していただける以上、逆にこう、非常にね、もしかして、まあ、なんていうか、虫が好かんなと思ってたって、もしくは虫が好かんなと思われてたってね、思われてたって、政策で一致している以上、それをなんかこう、事実的な関係に持ち込む意味がないって言いますかね。だからそれはもう全く無関係だと思う、そういう意味では無関係だと思いますね。ね、ただまあその政策として一致するかという意味では、その元より政策として一致するから応援していただいたわけで、ね、まあ、おそらくは政策として多少なりとも一致する部分が少ないから応援してもらえなかったんだろうと思われるので、で、そういう意味じゃ、一致するところとより、まあ、より会派が、増えたからその距離が高まるって話じゃなくて、まあ一致するところとはより、まあより一致って言いますか、一致するところは一致し、一致しないところは一致しないってことはそのまま継続することなのかなと思います。そういう意味で言うと、今回、新会派によって、今までの各党との関係みたいなのは特に大きく変わることはない。大きく変わることはないと思いますね。こういった別の話なんですけども、あさって全国知事会があって、京都府の山田知事がですね、会長に再び正式になるんだろうと思うんですけども、その際の会長の選挙というか、立候補に届け出るときに、推薦の名中にその米山知事が入ってなかったと思ったんですけども、全国でも30人余りの知事が、こう推薦する中で、知事がまあ名前を伝えなかったら理由みたいなのが特段あるのかなとか、そのあたり、全然、多分推薦しろって言われてないですよね、ないからだと思いますよ。だ特段の要請はなかったですね。で、まあ、それはそれでいいんじゃないですかというか、まあ、それはきっと山田知事のスタンスでしょうし、ね、まあ、実際問題、僕もその正直そんなよく知らないですしね、そのきちんと出てるの1回なわけですから。ね、推薦しろって、してくださいですね。してくださいというご要請があればもちろん推薦、喜んで名前書かせていただきますけれども、まあ、事実上はそれはなんていうか、ある種の、まあ、きっといい人だからみたいな推測に基づくものであって、ものすごく分かってるわけじゃないので、そういう意味では大して意味のない推薦なんだと思うんですね。そんな意味のないものはいらんという、いらんかどうか分からないですよね。そんな意味のないものを特に求めないっていう合理的な、判断に基づくものであれそうでないんですよ。特段僕はそれがどうってこともないっていうふうに思います。逆にすると、例えば推薦要請があったりしたのに、知事として、ありがなかった、そういうわけではなくて。全然ないです。要請あればもちろん、喜んで、大変恐縮ない、あんまり存じ上げないんですけれども、いろんなキャリアや、その一回見たときは大変リーダーシップあるなとは思いましたけれども、存じ上げない中ではもちろん書かせていただきますっていう、それでよろしければという、はい。あれ、よろしいですか。はい。はい。産経新聞の市川です。昨日 MGT48 の、まあ、メジャーデビューしましたけれども、これはまあ全国的に新潟をですね PR する上でも大きな期待感あるかと思うんですが、それについてと一方でネギッコ、まあ、新潟にとってまあ誇りであるアイドルユニットですけれども、ネギッコに対する、まあ、エール、まずお聞かせください。いや、NGT ね、曲もいいですし、まあ、季節にもマッチしてますしね、まあ、あざとい話的に多分秋山さんもそこは頑張ってらっしゃるなっていう空気も多少感じですね。多分、僕は結構これはヒットするんじゃないかと非常に期待していて、ぜひですね、新潟の本当にアピールになると思いますので、ぜひ頑張って、ずっとこう、たった今オリコン1位なんですね。で、まあ、出た時は大体1位だから、まあ、しばらく、可能な限りこれ頑張って維持していただいて、かつ紅白ではぜひ歌っていてくださいと思いますっていうことですね。で、ネギッコもぜひ、
頑張っていただいて、これはきっと切磋琢磨がいいと思いますから、それぞれ いろんなその、まあ、アイドルがご当地というか新潟アイドルがいるっていうのはいいことだと思いますので、ぜひやっていただければと思います。僕らでしたら去年おととしの新潟マラソンでね、実行こうなんか立ってるんですね、走るときに多分ハイタッチしてもらったんじゃないかなと思いますよ。ってことで、今年出れるかどうかよくわからないんですけど、日程者なんですけれども、まあ、もし今年もおられましたら、じゃあ今度ハイタッチお願いしますと。それはあんまりエールにならないですけどね。ぜひ NGT に負けずに頑張ってくださればと思います。はい。そろそろ時間ですけども、よろしいでしょうか。よろしいですか。はい。